はい、帰ってきました。ランチおじさんのお家。昨日はね、幕の内弁当と海苔弁当をチャーハンにして食べてみたっていうのをやって、あまりにも美味しかったんでちょっと悔しくて、またコンビニ行って買ってきちゃいました。じゃん。今日はこちら、なんとなんとローソンの、これがチキン南蛮弁当、 L チキン南蛮弁当、税込み550円。これはやばいでしょ、さすがに。ちょっとレンジ入れていきます。あとね、これミニストップで買ってみました、ダブルチーズハンバーグ弁当。これをチャーハンにします。こんなのうまいに決まってるよね。もう食べる前からね、分かってるんだけど、もうこれは茶番ですね。もう美味しいのは分かってるんですけど、なんか美味しそうだったんで、チャーハンにして食べたくなったんで買ってきました。はい、はい、これがチキン南蛮弁当です。どうかな、これは。はい、早速やっていきますね。ドカーン。レンジがちょっとね、温めが弱かったかな。まあいいね、ほぐれやすいね。ここローソンのご飯はほぐれやすいです。非常にほぐれやすいです。はい、あとは唐揚げもほぐしていきます。このタルタルソースがね、ご飯と絡まってどんな味になるんでしょうか。唐揚げもね、なるべく小さくしていきましょう。そんなに小さくはならない。はい、マカロニとコーンと人参が入ってます。なんかうまそうだもん。もうさ、もう結果は出てる ね。コンビニの弁当は何をね、チャーハンにしても美味しい。もう食べる前からわかるね、これは。だからね、これがもし食べて美味しかったら、もうコンビニシリーズやめます。あのね、明日ね、もしね、これが美味しかったら、吉野家の牛丼とすき家の牛丼を買ってきて、牛丼をチャーハンにしたらどっちが美味しいかっていうやつやります。そんなバカなことする人はいないと思うけど、やります。チャーハン作ります。今日はね、ごま油も醤油もなし、そのまま。はい、完成。はい、完成です。もううまいでしょ。タルタルソースがどんな感じになるかっていう感じだね、あとは。はい、できましたよ。チキン南蛮弁当のチキン南蛮チャーハンね、いただきましょう。鶏肉がたっぷり、いただきます。うん、はい、もうめちゃくちゃうまい。もうね、最強にうまい。言葉が出ません。うまい。タルタルソースがね、かなりいい調味料になってます。めちゃくちゃうまい。さすがにタルタル弁当チャーハンにしちゃダメでしょうって一瞬思ったけど、うますぎる。明日のランチはもう確定です。吉野家とすき家の牛丼をチャーハンにしてみた。で、どっちが美味しいかっていう対決です。ぜひ見てください。これなんかね、料理名ありそうだもん。どっかの国にね、こんな料理がありそうです。いや、うまい。いや、正直ね、過去一って言っても、今までやったのはセブンイレブンの焼肉弁当とかね、セブンイレブンのなんかチキン弁当だったかな、と幕の内弁当と海苔弁当だけど、いや、これ最強だね。今まででね、一番うまい。はい、はい、今日の飲み物はね、ルイボスティー。ああ、ルイボスティーね。まあもう慣れたんでね、うまくもまずくもないです。もうね、このルイボスティーね、2ケース目だけど、もうこれラストです。もう何もないんで、明日また1ケース買ってきます。でもね、もうバローじゃないやつ、これバローですけど、バローじゃないところで明日買います。はい、完食。いやー、チキン南蛮弁当チャーハンめちゃくちゃうまかった。もうね、文句のつけようがない。
本当にうますぎ。はい、次に行きます。これはミニストップで買ったダブルチーズハンバーグ弁当、もううまいに決まってます。とりあえずレンジ入れていきます。はい、レンジ入れてきました。ダブルチーズハンバーグ弁当、はい、中身はこんな感じね。はい、やっていきます。はい、入れます。ただミニストップはご飯がほぐれにくい。はい、パスタもハンバーグも入ってます。潰していきます。はい、潰して混ぜて、もううまいに決まってるよね、こんなの。はい、オッケー。もうこれはね、もう食べなくてもわかるよ。はい、できました。ダブルハンバーグチーズ弁当だからね、もう美味しいに決まってるね、これ。はい、いただきます。うまい。あれ、これなんか、なんだろう、ちょっとピリ辛なんだよ。なんでだ、デミグラソースが入ってるだけなんだけど、なぜかちょっとピリ辛。まあ、うまい。うまいっていうか、まあ、うまいと思う。美味しいと思います。いや、さっきのねチキン南蛮弁当チャーハンがね美味しすぎて、こっち先にすればよかったな。うん、まあこれも美味しいんだけどね。まあ美味しくないわけがないよね。ハンバーグとチーズとご飯ね、最高です。まあ、うん、なんか最初の一口より食べ進めていった方がどんどん美味しく感じます。ご飯に染みる味が薄口、薄味。ご飯は、ご飯には味が乗ってないですね。うん、でも美味しい。まあ、ダブルハンバーグだからね。ハンバーグがね、ゴロゴロ入ってます。はい、完食。まあ、普通に美味しかったです。ダブルチーズハンバーグ弁当チャーハンね。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。いやー、このチャーハンシリーズね、うまいね。基本的にもうね、何をチャーハンにしても美味しいっていうのが分かりました。はい、実はね、もう一つね、ローソンで買ってあるんですね。白身フライ海苔弁当。これはね、もう食べません。これは、嫁のご飯。もうね、お腹いっぱいで食べれません。まあ、海苔弁当ね、やったんで、ファミマの海苔弁当やったんでね、ローソンの海苔弁当をね、やろうと思ったけど、まあ、あえてね、やる必要はないと思います。美味しいと思うんで。ということでね、本日はね、ローソンのチキン南蛮弁当と、ミニストップのね、ダブルチーズハンバーグ弁当、チャーハンにしてみた、でした。バイバイ。